あと何人だ。193人残ってる。じっとしててよ。もうすぐ指切りがあるのに、こんなことをしでかすなんて。こんなことなんて一度や二度じゃないのに今更でしょ。ほんともう、あんたたちのボスは適当にやり過ごすと思うよ。巣に残っている親指の手足を切り取れ、そして全員串刺しにして飾っておけ。俺たちは指令を遂行するのみ。この一連の行為にはいかなる感情もない。どこから来るのかもわからない指令ごときに、後先も考えずに命を懸ける。この目も耳もぶっ壊れた狂信者どもめが。都市の皆がそうではないのか。やり方が違うだけで俺たちは一緒だ。今回の指令も完成。最後の指令だけが残りましたね。生きたまま串刺しになってあがく姿は絶景だな。これでエル社の巣に残っている指は人差し指だけだ。アル社の畜生どもと青い残響だけが残ったな。やっぱり司令は私たちをいいところに導いてくれていいね。司令はただ従わなければならないだけです。意味を与えたり干渉するのは良くないということですよ。伝令だからか話し上手ね。下顎は砕けて、目と舌が抜き取られて、ギリギリ虫の息だったでしょ。指令じゃなかったら、あんたは治療はもちろん生き残ることもできなかったんだよ。だからって指令がありがたくはないです。ただ指令が遂行されただけですから。伝令の言う通りです。指令はただ完遂されるべきもの。他の誰でもない、ヤン伝令がかつて身をもって実践してみせた。いや、血の匂いが濃いね。俺も俺だけど、人差し指も本当相変わらずだよね。青い残響。俺たちは顔を合わせて話し合えるくらいの仲だったのか。そんなに警戒しないでよ。お願いをしに来たんだ、代行者エスター。この串に刺さった肉の塊を連れて行ってもいいかなって。見た感じ指令の遂行も終わったみたいだし、指令にこいつらをずっと置いとけって話はなかったよね。下ろせって話もなかったな。解釈はそっちの仕事だからお願いしてるんだよ。難しいわね。どうしよう。あいつの言う通りにするのは嫌なんだけど、だからってやってあげない理由もないしね。青い残響が望むようにしろ。俺たちはただ次の指令を完遂すればいいだけであって、余計な摩擦を生じさせる必要はない。明快な解釈ですね。やっぱり賢明だね。お互い内臓を見せ合わずに済んでよかったよ。代行者と話すといつも楽しいんだよね。俺と同じ匂いがするから、俺の楽団に誰か一人は連れて行きたいな。何をやらかすつもりかはわからないが、ほどほどにしておいた方がいいと思うぞ。そう？君たちも聞けばきっと気に入ると思ったのに。とにかく新鮮な時に持ってくのがいいよね。ちょっと働いて。はあ、お前の言う通り面倒くさいもんばっかよこすんだな。串刺しになってるのがまるでいい匂いの串焼きみたいだよね。うん、醤油ダレにおろしニンニクを混ぜて塗り込んでから焼いて食べれば美味しそう。ちゃんぽん頭、あなたはどう思う？機嫌いいな。あいつらが食べやすいよう、うまいこと下ごしらえはされてるけど、品質のいい肉でもないだろ。落ち着いてみんな。そんなことやってたら残らないよ。無事に運んでさえくれれば 2,3 個は許してあげる。もちろんゼホンが許してくれるかはわからないけど。
心配しないでって。きっと素晴らしい料理を作るって言えば心よく許してくれるはずだから。いや、許すしかないと思うよ。久しぶりの肉の宴か。人を突っ立たせておいて騒がしいな。ごめんごめん、俺たちってこんなに仲がいいんだ。青い残響、お前らがこの巣に落ち着いた以上、いつかお前らの腹から内臓が溢れるだろう。君はそう思うの？俺はそう思わないけど、むしろ君たちはR社の動物のみんなの内臓しか見れないんじゃないかな。青い残響は相変わらず感じ悪いね。指令が導かない以上気にする必要はない。ヤンデンレイ、次の指令は準備できたか？もちろんです。こちらをどうぞ。エスター、グローリア、ヒューバートと遂行者たちは図書館へ向かえ。だろうな。ん？図書館か。私たちも結局行くんだね。どうして知ってたんですか？予想外という顔だな、ヤンデンレイ。お前が伝達する指令が偽物だということはすでに分かっている。なんですって？ずっと私だけが騙されてきたの？いつから知ってたんですか？そんなことは重要ではない。それなのに親指と戦争をして図書館という墓に自らの足で入ろうとしてるんですか？俺は指令に従っただけだ。ヤンデンレイの伝える指令を忠実に履行しろという指令に。結局指令に書かれていたんですね。指令は一体どこまで知っているんですか？俺たちは指令から逃れられない。指令の外側から考え行動することはできないということだ。理解できない。ヤンは今までいろんな指令をうまく遂行してきたでしょ。ヤン、どうして裏切ったの？お金が必要だったの？グローリア、俺たちに裏切りなんてない。指令を履行したかしてないか、それだけだ。はあ、もううんざりです。どこに行っても指令ばっかり。僕は指令のせいで多くのものを捨てて、そして顔を背けてきたんです。指令のせいで家族を失い、友達を殺して、他人の大切なものを奪って、顔を背けて罪悪感に苦しみながらも歯を食いしばって遂行しました。指令は遂行されるべきだから。指令は僕たちを正しい道へと導いてくれるって言うから。でも指令が導いた僕の道は今どうなってると思います？指令を恨んで恐れて、おぞましくて見たくもない僕に指令は伝令という責任を与えたんです。指令を伝達しろ、僕の手で。だから嘘の指令をでっち上げて、初めて僕の意志を貫けたと思ったのに、全部分かっていたかのように。指令はうまくそんな。エスター、これも僕の意志じゃなかったんですか？それがお前の意志であろうとなかろうと関係ない。俺たちは指令に従うのみ。これから指令に従って図書館へ行くだけだ。そしてこの年に果たして個人の自由意志なんてあるのか。全員準備しろ。俺たちは今すぐ図書館へ行く。あなたには招待状もないじゃないですか。招待状ならとっくに受け取った。図書館へ行けというのは僕がでっち上げた話なのに。ヤンデンレイ、指令がお前を招待した。指令が僕をですか？なら皆さんは図書館に行くんですか？指令通りに。僕がこの場で自殺しろって命令をしても答えは同じでしょうね。俺たちはいつであれ指令通りに行動する。青い残響が何をやらかすつもりか気にならないの？もうじきわかるだろう。別に知りたくもないけど。
それはそうと、いつの間にか新しいやつを引き連れてるんだな。狼は見たことあるけど、残り2人は初めて見るな。結構料理が好きみたいね。何かピンとくるものでもあるの？ああ、大したことじゃなくて、この前やった23クロ時のゲストの話を思い出した。ただそれだけだよ。それよりももうじき迫ってくる人差し指の代行者たちを相手するのが先だ。人差し指、指令のみで行動する指。指令を嘘で作り出すのも不思議だけど、指令はそれすらも知ってたみたいね。それもそうだな。誰か知らんが、やばいくらいの計算だな。全てを知ってるっぽいのに、突飛な指令を下して、その指令が人差し指の腹を肥やす結果につながったし。それならなかなかすごい人でしょうね。だろうな。指って巨大な組織を導くのは平凡な人にできないだろうから。それでも盲目的に指令を遂行する奴らはイカれてるよな。どうかしたか？いいえ、少し別のことを考えてただけよ。ごめんください。誰かいませんか？うるさい。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこの図書館の館長兼。人間じゃんか。そうか、俺には曖昧に見えるな。それは別に重要な事実ではないと思いますけど。図書館の館長兼青白い秘書は機械だと思っていたが、新しい情報に更新すべきか。半人前か。まだこんなどっちつかずのやつがいるなんてびっくりしたよ。見てよ、気が立ってるじゃん。怒ってるの？ゲストの皆様はここで試練を克服なさればよろしいのです。入場を望まれるのであれば、あの扉へ入ってください。情報と違って落ち着いてるな。代行者たちへ告ぐ。指令の遂行が優先だ。ほどほどにして入場しろ。はーい。どうかあなたの本が見つかりますように。
いろんな考えを手放して人差し指みたいに指令にだけ身を任せるのも悪くないように思えるんだよな。私は単純に与えられた通り仕事を遂行する主体と変わりないと思うわ。個人の意思なんて重要じゃないように見えるのよね。俺も与えられた通りに働いてるのは同じだけどな。あなたも私もここから抜け出すために働いてるんじゃないの。目的がはっきりしてるわ。自由になりたくてやってるわけであって、でも自分にも意志があるということを明かそうとしていたヤンの努力は水の泡になったわね。この前は情けないだとかたわごとだなんて言ってたじゃんか。考えが変わりでもしたのか。そうかもしれないわ。無作為に人生の目的がない者たちのため、本当に意味のない内容なんかが送られると思ってたのに、あなたの言う通り人差し指の指令は結局腹を肥やす結果となって帰ってくるの。指令はエルシャの巣の近くにいる親指を残らず処理しろと言った。ちょうどアンダーボスとカポたちがいなくなった頃に、ヤンの伝達した指令は偽物だったけど、すでに定まっていたかのように図書館の招待状は到着していた。そいつが何かをでっち上げることを知ってたんだ。一手、いや三手は先を見てたみたいだな。ええ、ただの狂信者のように命と時間が惜しい奴らだと思ってたのに、私が断片的に覗いてただけだったわね。あれは本当かしら、ローラン。あれが本当かわからないけど、そんなに不安にならなくていいと思うよ。指令がどれだけ大きな存在であっても、その中身が虚無であっても、注意深く聞く必要はない。俺がやってきたことが実は自分の意思じゃなくて都市の意思だとしても、それを知る術はないから、その瞬間それは大事なことじゃなくなるんだ。俺が感じる感情だけは俺のものだから。私が感じる感情ね。そう言ってくれてありがとう。それはそうとして、あの伝令はどこに行ったんだ。司令が招待するって言ってたかしら。どこに行くのかはわからないわね。ほんと微妙な場所で途切れるな。毎回こんな感じだよ。とても気になってるみたいね。もしかしたらだけどな、司令の話が聞けるかもしれないだろ。ゲストじゃない以上、私たちが見ることはできないでしょうけどね。それもそうか。